とね、ちょっと一瞬、よいしょ、よいしょ、よいしょ、通常、はい、てててT シャツはとってもありがとう、かける100。こちらこそですよ。カナダからはじめまして、アディソンと申します。ハロー、グッドモーニング、グッドイブニング。ハロー、アディソン。My name is May Yasuhara. Nice to meet you. バタバタしてる。ちょっと今日はメイクが濃いめですね。でも濃いめだったけど、落ちちゃったから音うるさ、もうちょっと静かにしてほしい。そうだからちょっと顔面が強気ですが、しかし何ですかね、ちょっとだけ眠たい昨日寝たの5時ぐらいだからね、ちょっと睡眠が足りてない、じと目だし。皆さんこんばんは、バンダジャパン石川県の伝道師サラメイです。メイちゃんこんばんは、コロさんこんばんはこんばんは。あのですね、本日はバンダジャパンミニワンマンライブ、本日というかもう昨日ですけど、バンダジャパンミニワンマンライブ3巻間違えました、バンダジャパンミニワンマンライブ春宵一刻にお越しいただいた方、そして応援してくださった方々、皆さんありがとうございました。久々のライブでは、ライブの17人は揃ってるのは久々だったから、久々だったから、なんかはあ17人いるっていいなって思いました。クロモンさんこんばんぜ、春宵一刻お疲れ様でした、ありがとう。バリバリの寝起き感すごいよね。今日はハーフツインでくるくる巻きにしたんですけど、見ての通りもう汗でストレートになっちゃいました。赤色もちょっと落ちてきたね、やっぱまだ残ってるけどちょっと落ち気味です。寝起きですよ、めっちゃ寝起き、声がもう寝起きだね。ひろくん、しおちゃんとめいさんの写真にダウン寸前でした。チェキいただいたので今度ご飯にさせたいと思います。今日はマックのポテト食べちゃったからあれですね。めいちゃんじゃん、アイドルズも出てたね。めいだよ、何で出てたそう、アイドルゾーン出るよって言われてるんですけど、いつ出るかは聞いてないっていう。シェリーフォード、こんばんざい、こんばんざい。割とレア髪、そう、実はロスパラをもう一回やろうと思って、ロスパラっぽくしようと思って、パラちゃんになろう、ロスちゃんになろうと思ったんですけど、あの思った以上に暑くて、思った以上に汗かいて、思った以上に今ベタベタです。しおちゃんのソロは僕のものです。あ、もらっちゃった今日めいさんとチキ取るの忘れた。嘘やん、取ってくれたやん、嘘やん、めっちゃ嘘やん、めっちゃ顔で買ってる。ちゅうさんこんばんめ、こんばんめ、もう出てたよ、なんかすごい変顔してた、ドラマのやつだ撮影が大変だったやつ、その場でセリフを覚えてやるやつ。よっちさんこんばんざい、こんばんざい。通りで見覚えあったわけだ。そう、ロスパラちゃんでした、今日は。最近話題の春色ジュビリー流そうぜ。
本名やら大学やらバレたんで他界します。なんで他界しないで。何の髪型が一番似合うと思う？メインは今だから言う安原メインに似合いそうな髪型選手権開催。毎日録画してるからまた見る 笑う。あれはちょっと大変なお仕事でしたね。すごく時間が押して、なんか昼ぐらいに終わる予定だったんですけど、夜にかけるぐらいまで撮りました。オールバック、キャッシュカードの暗証番号まで。オールバックね、おでこ出しが似合わないんですよね。ヤンママみたいになるから、そうでこ出しをするとヤンキーっぽくなるんですよ。めっちゃ顔が死んでる。ほらヤンキーっぽくない？夏って感じがしますね。しかもここ生えてないんですよ、眉毛。なんでかっていうと、あの傘立てに頭ぶつけて、ここぶつけて、それ以来毛根が死んじゃって、ここだけ眉毛生えなくなっちゃったんですよね。ここほんとここの一列。ヤンキー違うよ、全然ヤンキーじゃない。さやきちのルームと並行して見てるんだけど、病んでるからなんとかしてあげて。えめっちゃ褒めてるよ、今ツイッターでめっちゃ褒めたのに。さやましさんこんばんは。ヤンキーちゃうよ、ポニテが好き。ポニテ3日連続ぐらいでやったんだけどさ、頭皮が死んじゃったからちょっとやめたんですよね今日は。こんばんざい、今日ライブ楽しかったです、また参加します。みなみさんこんばんは、ありがとうございます、超嬉しい。またぜひ来てくれたら嬉しいです。ちょっと今はオフハラなのでこんな感じの声ですけど、普段はもうちょっとちゃんと高めのトーンで話してるので、へへ。ヤンキーに喧嘩打ったら負けてしまう。まあちょっとだけね、物理的に強いからね。まあ明日からまたお仕事があって、明後日からまたライブがいっぱい始まってと、すごくライブいっぱいだったりとか、なんだろうね、すごく万歳中をするというか、まあ、今年のゴールデンウィークは休みはないと思っといた方がいいって言われて、本当にそのつもりだったら本当にそうなったっていう、まあありがたいお話なんですけど、結構でも体調は元気なんですけど、最近暑いじゃないですか。暑いからなんかちょっと夏バテっぽくなってきちゃって、食欲が湧かないんですよね。これはやばいですね。食欲が湧きません、湧けません、湧きません。ヤンキーに喧嘩打ったらあかんで、今後も頑張らないとですね。そうですね、オールナイトで頑張らないとですね。一周回ってストレートかなって思ってる。あーストレートヘアね、意外と巻き髪好きな人多いけど、巻き髪私汗めっちゃかくから持たないんですよね。やばくない？このもうストレートだし、ここら辺とかめっちゃ、もう今日は本当にお風呂上がりかっていうぐらい汗かいたんですよ。もうびっちゃびちゃ。最後大和なでしこの日が昇るで本編終わったんですけど、はけてからほんとしんどくて、はっ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 みたいな感じでした。アップさん、あまちゃんこんばんざい、こんばんざいって、こんばんざい。大喜利だいぶ頑張ったと思う。後でみんなを返しに行きます。ちゃんと編み込みのやつとか、あーなるほどね、ここが編み込んでるやつね。中二病みたい。飛んだり叫んだりリフトの土台やったりで疲れました。楽しかったです。今日すごかったね。なんか目はなんかアジガルから見てたんですけど、ライブを、まあ、あの私はあのあれなので、アジガルのなんだろう、目のに携わるお仕事をさせていただいてるので、アジガルジャパン見てたんですけど、いやなんかすごいアジガルジャパン今日良かったよね。めちゃくちゃいいなって思って、アジガル、あ今日はアジガルが良い日だったなって思いました。メイに久しぶりに会いたい。おヨッピー来て来て、ぜひぜひ。ゴールデンウィークめちゃくちゃライブあるから、本当びっくりするレベルで
あります。本当にあのびっくりする、めちゃくちゃ。ゴールデンウィークワンチャンあればなーね、ワンチャンあったら聞いてください。竹内ヤッホーヤッホーい、この間リリーベも聞いてくれててありがとう。ジャンボさんこんばんざい、こんばんざい。大喜利面白い答えが出なかったんで回答諦めた、ウケる。デコ出しね、デコ出し苦手なんだよな。ギャル味が増すからちょっと控え、抱きしめに行くの。何も抱きしめても面白いからだでも何でもないですよ。最近ねめちゃくちゃいろんな曲を聴くんですよ、まあ、ここでは流しちゃいけないので流さないですけど、流さないけど、あー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 あああ、ちょっとしっかりしてほしい。金魚でキングを肩車したら死んだ。死なないで、耳が出てるのが好き。それはハロプロ好きの人特有だよね。見てほら、もう汗かきすぎてくるくるなところとストレートなところが、癖っ気がすごいんですよね私。なんか言おうとしてたんですけど忘れました。でもなんだろう、すごく幸せだなって思う一日でした。みんながたくさんコールをしてくれて、でなんか一緒に楽しかったよっていっぱい言ってくれて、お話とかしてくれたりとか、なんか言い方悪いですけど安原なんかとめちゃくちゃチェキ取ってくれた人とかもいるし、なんかめちゃくちゃって言い方あれですね、安原なんかとチェキ取ってくれたりとか、なんかすごい幸せだなって思ったから、ペイマグダルさん、そんなライブあるなら牛し放題。超ライブありますよ、びっくりする。今年のゴールデンウィーク終わった後死んでるかもしれん、屍になってるかもしれん。今度ヤマトの最後か願いでいい人よろしくお願いします。ウケる、かぶった時に前に見えてた方がいいって。なんかあの写真撮る時に100万さん一切見えなくて、外さないと100万さん見えなかったっていう。だからライブ中は見えると思う全然。でもなんかここなんかもうでっかく100万さんでもいいかなって思った、この頭のところが。でも今日コマちゃんがかぶってたよ、リバーシブルですごい可愛かった。飛んでないから叫んでない時ならありです。叫んでない時あり。一発目のこの花咲姫のみんなの子声量はまだすごい、後ろ向いた瞬間みんながいやーこの花だーって言ってくれて、あの瞬間は私とかなんだろう真ん中に立つとか、この花をという楽曲をセンターでいただけてよかったなって思える曲ですよね。了解した、頑張って被ってくれてたね、すごいピン止めでめっちゃ飛べてたけど。シオンさんこんばんは、こんばんは、久しぶりのオタク楽しかった、嬉しい。おしめのライブ前通、ライブタイミングあればライブ行ってメイって叫びたい、ぜひ来てほしいです。半分以上コウタくん、タコちゃん、タコちゃん今日死んでた、見てください、ほらここアイロンで火傷したところ、この間言った痛い、あざみたいになってる、痛いんですよ今、ヒリヒリする。100万さん貼れば完成、うわーめっちゃ嬉しい、楽しみにしてよ、ワクワク。タコちゃんのタジオが限界だった、キスマークじゃないよ、リアルにこれね、あのアイロンをここに当てちゃってお風呂上がりに、マジで痛い。ライブ中めっちゃ痛くてピリピリして、本当にもうなんで髪の毛上げなかったんだろうって思った。タラタタラタタツタワレコ新宿の時俺痛いの分かりました。シュオンさんが、シュオンさん、シュオンさん、シュオンさんって普段もシュオンさん名前、シオちゃんからのキスマークかと思った、それなら喜んで受けるけど、職業柄やけど日常3時だからなんかもう慣れた。ああ、やけどが今日マックのポテト食べだよ。
メンバーに座るつまあさっき起きたばっかりで全然頭回らんくってさ、もうほんとびっくりする。いやめちゃめちゃありがとうって伝えたい。ありがとう。いやもう本当にありがとうの気持ちでいっぱいです。最前のお店の入り口側にいた。なんかお話ししたことがある人やったら、写真撮ってくれてた？そう、寝起きです。そう、汗かいたら痛いんですよ。ステージ、あー、どの人でも絶対見えてると思います。洋服とかカメラ持ってたりとか。寝起きですよ、めちゃめちゃ寝起きだよ。昨日ホットロード見たんですよ、ちょうどやってて。あの、昨日何をしてたかっていうと、バンザイジャパンってあのステージにの大きさで出る曲数が変わるじゃないですか。あの曲によって出るメンバーが違うんですよ。だからなんかマイクを受け渡すんですね。例えばですけど、じゃああのメイから、例えばですけど誰でもいいや、メイからユーミちゃんとか、メイユーミちゃん多いんですよ。ユーミちゃんとかメイからコマとか、なんか結構マイクをこう曲の間で、あー分かった、最後の MC で目が合って写真撮った人、分かった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 、みんながステージのステあんうんみんなの視線からの左側にいた方やね。メイラから見て右側にいた方や。メイ昨日、右、昨日じゃないわ、リリーベ右側が多かったから。マイクの置き私があって、でなんかそのマイクの置き渡しがスムーズにいくようにマイク表っていうのを作るんですよ。1番2番3番4番5番6番7番8番9番って書いてあって、マイクが番号が振ってあるんですけど、それの置き渡しのメンバーを決めるみたいな、曲の最初と最後の位置を確認して誰から誰に受け渡しするのがスムーズかなとか考えてっていう組み合わせをしてたら、気づいたら5時でした。昨日係だったんですよ。今メンバーみんなでやってるんですけど、ワンマンライブがちょうどエサラだったっていうだけです。で始めたら終わんなくてびっくりした。今回70分ステージで曲数もめちゃめちゃあって、533で6で11でしょ、13、4曲ぐらいしてるんですよ多分。今日バンザイだけで13曲かやってて、あ、マイクの下側が外れたみたいです。コマちゃんがパラレルさんまで吹き飛ばしたみたいな。リマが裏行ったからマイクからもいいかと、そう、マイクの下が飛んできました。メイさんお疲れ様です。会いたいな、会いたいです。阪神万歳、阪神会いたいぞ。ニューリッチさんこんばんざい。口パクじゃないです、一切口パクしてないです。全然たまに歌も抜けちゃうし、毎回歌う人が変わるから口パクできないんですよね、音源がないから。毎回違うメンバーが違うパートを歌うので口パクはしてないです。新たな破壊神襲名。ゆみちゃんは可愛いよ、マジで可愛い。ちっちゃくしてキーホルダーにしてくくりつけたい。しおりかわにい、しおちゃんかわにい、かわにい、かわにい。まあどうすればいいんだ、しおゆみ推しってあんまいないんちゃう。あゆしおとかは結構見るけど、しおりゆみってあんま見ないかも。二人とも可愛いよね、いろんな方向で可愛い。口パクね、やした。こんばんは、こんばんは。
この間某歌手の無料イベント見たけど口パクっぽくてびっくりした。まあバンザイジャパンは違うよっていうことはお伝えしますね。あゆも目もかわにすぎる。かわにかわに、あゆちゃんかわいいんだよめちゃくちゃ。めいさんって、しおちゃんもめいさんって来てくれるの。やっと宿題完成、先のコマ配信から始めた。お、お疲れ様です。マイクの吹っ飛ばしはひまわり、あれは飛ばしすぎだよ、びっくりしたもん、びっくりした本当に。リビングで寝落ちしてて起きたらめいちゃん配信にたどり着いた。あ、一緒じゃん、みもさっきまで寝落ちしてて配信始めたの2時40分とかです。今日のあゆは優勝、優勝。なんかあいい曲ないかな、ハルロジュビリコーデ願い星、金魚金魚まる、やっと寝れる。あーいっぱい寝てね、メルマル困る、あー困るね。最近ゆみとしおちゃん配信かぶるから、二人ともねちゃんとやるから偉いよね。まあ、過去にやってた人が何言ってんだって話ですけど、配信を継続させるのすごいなって思います。セイリンヤッホー、いや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 、靴飛ばす人おらんくなったね。昔はね本当に靴をねめっちゃ飛ばしてて昔バンズジパ4人だった時代があるんですけど、なんかローファーだったんですよその時靴が。あの靴をバーって飛ばして看板にパパーみたいなステージ戻ってくるみたいな次元もありましたね昔。今日めいちゃんが描いた似顔絵とみんな髪型違うの、さすがに笑った、びっくりした、いつもあの髪型してるやんって思って。今日アンジュの CD カバン入れてたのに私に行くの忘れてた、ごめんね。ネクストタイム待ってるよ、めっちゃ。やすくん、やすくん待ってるよ。サイリン、あの寝顔思考だった、めっちゃ寝てたね、口開けて寝てた、まあ、口開けてるのいつもなんやけど、出発して3分ぐらいで寝ためっちゃ寝ましたもん、超寝た。しかもなんでわざわざ島田の方向いて寝たんだろうね窓側向けばよかったのにさ、なんで島田の方向いたんだろうって思って不思議ですね、こうやって寝たかったんだと思う、なんか寝方が下手くそなんだよね。くそ、ゆみちゃんが黒髪になってからもう無理好きってなった、可愛いよね黒髪、なんかよりちっちゃいちょっとだけ配信見たけど楽しかった、おやすみ。シェリーありがとう、また来てね。みんなこの時間まで起きてるのすごいね、勇者だと思う最近さ花粉がすごくて、花粉症本当に、花粉症すぎてびっくりする、花粉じゃんみたいな。今日まさか2回とも撮ってくれたのめいちゃんで申し訳なさ、次は安原万歳の中でチェキのうまさダントツうまいんで今日はラッキーな日ですね。次はやすくんぜひぜひミート取ってね、お話ししよう。でも今日お話できない日だったからな、お話できる日がいいな。黒髪の人はチェキ取りたいってなる、黒髪。しおちゃんとかはね茶髪だけど黒に近い茶髪だよね。島田のはないの、島田バスで絶対寝るって言ってた、もう寝てたよ。周りのアイドルが口パックしてるのとか見抜けるんですか。大体はどのグループさんとかは分かんないけど音を聞いてたら分かります。でも少ないよね、なんかそんなに。バンザイジャパン終わりの人、あ間違えました、バイト終わりの人としてはこの時間は活発だ、活発でも3時やで、一回こういう時間に寝ちゃうとさ
永遠にこの時間を切れちゃうからちょっと困るんだよね。夏だから。ああ、しおちゃんはよくわかんないから本気で好きなんだと思う。それだ。しおちゃんかわいい、本当にかわいい。かわにい。かわにい、本当にかわにい。今日は長野のお土産をメンバーみんなに、あの舞台組に渡せたので、OK です。今回はアルクマちゃんの栗もなかを渡しました。イエーイ。黒髪好きな僕なのに、おしめ派手髪にしたか、うわーとかなったのに、気づいたら好きなままだったから似合ってれば何でもいいんだなって結論に落ち着いた。インナーのその色好きだよね。めっちゃインナーカラーだよ。赤色、赤です。赤色。みっちゃんかわにい。かわにいわな。ちょっとしおりが似合うよね。仕事か。今の髪色好き。でももう黒入れ直すつもりはないので、時期に茶髪っぽくなると思う。自然な黒髪みたいな色になると思います。真っ黒にはもうしないと思うな。まあ、今黒髪なんだけど、黒髪は黒髪なんだけど、なんか人工的な黒髪にしちゃってるから、それはもうやんないかも。令和の中間ぐらいだったら多分茶髪に変わってると思いますね。昔誰かもそんな感じでしたな。あの時はウィッグだった。ウィッグか、ウィッグだ。この時間は四つ部でアニメ見てます。アニメ見たいな。なんか今期おすすめありますか。かわいいニューリッチさん、ありがとう。新しいリッチ。万歳の曲をそろそろ1曲は覚えようと思い始めたけど、めいちゃんの好きな曲は、めいの好きな曲はなんだろう、なんかいっぱいあるんですよ。でも私結構スタートは好きかもしんない。脇曲ではないけど、でもザンスも好きだし、スタート、ザンス、うん、ザンスは結構いいよね。でもスタートはなんか盛り上がるならザンスって感じ。ザンスとかヤマトナデシコの日が昇る。ヤマトナデシコは結構メイがセンターやらせていただくことが多いんですけど、スタートは単純に歌詞が良い。願い星いいよね。願い星好きな人多いよね。願い星好きな人多いですね。願い星あった。ハモアリで。願い星はインストが超かっこいいんですよ。聞いてほしい。インスト超かっこいいから。スタート。スタートはちょっとね、なんだろう。歌詞がめちゃくちゃいいから、なんか朝に聞いてほしい。髪染めようかな。染めよう。でも目は黒髪が好きです。自分は黒髪じゃなくしたいけど、私はなんかなんだろう、黒髪の子が好き。普通に黒髪の人が好きです。茶髪になってんの、サイリン。え、こないだ会った時茶髪だった？そんな茶髪にしたの？また変えた？いほどいだ。トップ2、同時配信とかしんどい。リゼロか、スロカスなんで。リゼロ見たことないな。山とか願い星か。フルーツバスケット見てないんだよな。スタート結構良いです。おすすめ曲ありがとうございます。おいでませがいいかな。おいでませなんてないやろ。全部好きな月か。大江戸願い星、金魚たりが人気よね。あー、黒髪に戻すか。でもメイは自分は派手髪にしたいタイプ。茶髪にしたい。もう朝やで。リリーベン時の髪色のまま。あ、じゃあ結構茶色だね。スクショ完了。
この間メイジェイさんですら口パクに見えた。メイジェイさんは歌ってるよ、あれ歌が上手すぎるだけだよ。茶髪にするかな、え黒髪がいいよみんな。でも目は茶髪にするけど、曲名なのかアニメのタイトルなのか判断できん。願い星スターと大和なでしこの日が昇る、なんだっけ、金魚の歌。金魚は好きだけどあんま聞かんからミックスがいいなってところ。あーしだれやな、これ違う人のグループさんのやつですね。あとこの花桜姫はメイがセンターをするさせていただく曲です。最近はなんか大江戸パレードの落ちサビとかも歌わせていただく機会がたまにあって、いつもド緊張。春夏秋冬スマイルは嵐のハピネスとか AKB さんへの楽曲提供してくだしてらっしゃる岡田美代さんが作ってくださった曲なんですよ。なのですごく思い入れのある曲です。この花とところマスが好き。あー夜空に舞う星たち見つめあなたのことを追う、スピード上げて。しだれ柳はバンザイのミックスを覚えるときにお世話になった曲。そうなの、 なぜバレた聞いたことある。この花でいつもあの人が最善から声からって書いてくるいつも大きい声でねめいちゃんコールしてくれるから嬉しい。ジャンプで飛ぶのは好き。あージャンプ届けてほしい、大好きなあなたまで届いてほしい。ジャパニーズ逆打ちの練習に最適。逆打ちってなんや。トラヒージンゾセイアンマシンド活性ってこと。トラヒートラヒジンゾセアマシンドジャケット美容器。わからん、何言ってんのか全然あんまよくわかんない。スティーブさんは僕の元現場、主現場しょ。阪神万歳。ちょっと今日までは筋トレとマッサージをサボります。また明日から頑張るもん。でも昨日なんか最近足のマッサージをしっかりするようにしたら足がそんなになんかライブ続きになってもむくまなくなってきて結構調子いいんですよ足。なんかこの調子で続ければちょっと細くなれるんじゃないって期待を胸に毎日ゴリゴリしようと思ってるんですが、ちょっとね昨日から今日にかけて今日から明日にかけてちょっとねしんどいよね。何がしんどいって今3時っていうのがしんどいですね。アネマルがアニメのオープニングにと春夏秋冬スマイルをして、いや音がやっぱさ結構良いですよね。2ヶ月で消えたトラヒジンゾセインアンマシド合戦飛びと合戦途上京都び合戦振動アンマセイジンゾヒむずメイさんが好き、ありがとう。アニメの金魚のおかげで僕のミックス力が上がった。みんなで一緒にしおりんこれ。今日の新月笹が宙に浮かんだからびっくりしたよひっこさん。そう今日ね笹をリフトの上がる人にしてみたんです。なんか毎回同じライブでもつまんないかなと思ってちょっと変えてみました。みんなそうだから普段とちょっと違うフォーメーションだったりとかすることが多かったかもしれないかも。今日安原はその時裏でポケーってしました新月の時この後ダンスだって思いながら、なんかまたねくじ引きだと私は一生出れないので、あのくじ引き私ダメなんですよね。くじ運悪いんでくじ引きで決めるってなると大体入らないっていう。そう新月ね笹も受けるんです中に。そうでもみんな結構驚いててなんかあこのフォーメーションにしてよかったってちょっと思いました。ササリフトは珍しいね、こんな長続きしてるのは珍しい。よきみちゃん今日みんなで一緒にリレマリメンバーも
リママコールできたの嬉しかった。しおりんコールのとこリママね、リマのキング良かったね。くじ半端なかった、最高だった。本当くじ全然やばいよ。だいたいああやってくじ引きで選べましたったら絶対当たらないから、将来遠征くじ引きで決めるって言われたら一生当たんないかもしれない。それぐらいくじ運が悪いです。つらみいつきよりふとしよう、やろう今度やります。いや難しいけどな。笹がリマとか島田あたりは結構可能性はあるかも今後って私は勝手に思ってます。でも今日見てね、ちょっとリマセンターも金魚ありだなって思ってるから、ちょっとやってみたい。最短3日ってところはある。あーポミもリリーベ期間だから、あーなるほどね、くじ引き引けるんですね。いいとこ当たってますか。私は基本的にくじ引き外れるね。ちっちゃい頃良かったんだけどね、お姉ちゃんいいんだけどね。お姉ちゃん、私のお姉ちゃんすごいですよ、天才なんです。なんかくじ引きでこれ欲しいって言ったら、分かった分かったってピッて引いたら本当に当たるんですよ。怖くない？めのお姉ちゃん怖いんす、すごいすごいの。お姉ちゃんもね結婚して、めもうお姉ちゃんの結婚式マジで泣きそうだった。め泣いたもん、なんか兄弟が結婚するってこんなになんか こんなに感動すんだって思って、めっちゃ感動した。八方美人っていう一定時間チェキ無双できるやつ2枚当てたから無双してきた。え何それ、面白。カウント完了ありがとう。海がめいちゃんに突っ張りにされたってさっき配信で喜んでたよ。あそう、出ずっぱりにしてみました。いや違うんだよ、今回のセトリ的にね、ちょっとふみにはね連チャンで出てもらわないとちょっと困るんですよね。困るセトリだったから、どれも抜けなくてちょっと頑張ってもらいました。死んでたけど死んでましたね。結構ね皆さんに喜んでもらえるように、結構リリースイベントとかはヤマトのセンターをわざと変えたりとかして、結構なんか見たことない感じにはしてるので、ぜひぜひゴールデンウィークリリースイベントもありますので、ライブの観覧無料だから聞いてほしいな。眠かったはずなのにめいちゃんの声聞いてたら目冴えてきた。本当やばくない、このオフの時の目の声の低さ、これ低いんですよね普段。なんかアイドルやってる時は結構高めに喋るんですけど、普段はこんな感じ。でもフミとユーミのね安定感すごいんだよ実は一回やったことがあって、レッスンで MC まで一回も出なかったよね。そう前半全然フミ出てこないの、めっちゃおもろかった。みんなでフミどうしたってざわついてた。後半にね固まってたっていう出演曲が、そう声低いです基本は。だからプライベートはこんな感じですね。それ怒ってるように見えるよね。普通になんか友達と話す時とかもこんな感じだし、なんかあんま喋んないからプライベートは、なんかおはようございますぐらいだから無理に作ってない感じの子の方が好き本当よかったよかったダメだ今アイドルになれない、アイドルになれなかった。愛して、愛してあと1分、あ流したいんだけど流せないんだよ七色パラソル、あ七色パラソル、七色パラソルって何の曲やと思ったら自分たちの曲でした。作った声はあまり好みではない。今日コーデ6人だったっぽいですねハプニングだよそれは、ちょっとだけ。でもすごいなかなかないんじゃないですか、6人コーディネート珍しみ。急に娘、いや愛して愛してあと1分はソロのソロライブやった時に歌ったんですよね。実は結構メイが今までソロやってきた曲は夜桜お七っていう演歌、ソロ何やったっけ
とソロじゃないんですけど、ユニットでメロディーズで、ソロで愛して愛してあと1分、何やった名曲、何やった、あ、もしももやりました。もしも天使が出たら、もう一回やったんだけどな。あ、 Do it now だ。 Do it now。 事故というか、まあね、ハプニングはつきものですよね、ライブに。ネットラジオでナナパラが流れた？なんでそんな、なんかみんなの方が情報すごない？もしもは神曲。そうだよ、もしもは神曲だよ。チャララララララティ、もう少し帰りたくないってやつ。コーデってジュリエのあれ。そうそうそう、ジュリのやつ。もしも大好きなんだよね。もしも私が熱出したり転んで怪我したならば、ダッシュで駆けつけて来てさえくれたら全部許しちゃうんだ。配信の終わりはおやすみなさいで締めるしか。完璧じゃん。いやー超好きなんだよね。もういや、あー、ドゥかわいい脳内でドゥで再生するっていう。もともとね、もめきまずの曲だけど、結構ドゥちゃんのイメージが、もうドゥちゃんの卒業曲だからね。あー、ドゥちゃん好き、スキピードゥちゃん好きピー。語彙力なくなった。ふみ、え、コーデ6人だったの、出ればよかったわですってそれはそう、じゃあ目も出ればよかった、間違えたな、失敗した、同じこと思ってた。そう、バースデーイベントでね、歌ってね、最初あれだよね、ひなフェスのソロで歌って、そっからバースデーイベントとかでも歌ってて、パジャマで歌ってたの、めっちゃ可愛かったな。そして最後には卒業曲がそれですよ。あー、推しが世界一可愛かった、マジ世界一愛されてると思った。ドゥなんだね、やっぱマノちゃん世代。いや、ドゥが結構強いかも、メインは。工藤遥香ちゃん大好きなんですよ。工藤遥香ですっていう、あのハスキーボイスがすごい好きで、本当にもうイナフェスのソロで火がついた感あったよね。本当、もうなんであの au の制服みたいな衣装だったんだろう。ゼロゼロゼロパスワードゼロのあの衣装だったんだろう。なんかもうちょっと可愛い衣装なかったのかな可愛かったけど、いや本当に可愛かった、あのひなべすのソロは。もしそれでみんな出てきて急にインフォーメーションとかになってたら笑う。9人はさすがに立てないね、今日の会場は。さすがに9人はきついね。次はオークレスト7人ですね。はい、7人インフォーメーションです。クレストも多分6月がオーサイトだから、6月からは9人フォーメーションなのか。6月からはって言うけど、6月までしかないんだ。で、10月か。楽しみ。ふう。コンタクト外してないですよね、まだ。今日からコンタクト変えたんです。どうです？ナチュラルにしてみました。メイさんの目のメイク。上が茶色で下が赤なんですけど、もう汗で落ちて黒くなっちゃってるから二重です。二重は今はアイプチはしてない、しなくても大丈夫な時期。泣いた次の日とかは結構、あと寝すぎた日はアイプチしないと二重ができなくなっちゃうというか、なんか目腫れちゃうんでやってるけど、基本はアイプチしてないです。
クレストは意外と自分も行ったことがない。本当。将軍さんおはよう。おはようだ。寝なきゃだみんな。やっぱ眠かった。みんな今日ライブ来てくれたのにこんな時間まで起きてメイの配信付き合ってくれてありがとう。じゃあみんなで一緒にせーので寝よう。次は27日、いや嘘ついた、26日、いや嘘ついた、20